1988年3月18日の日食は、1988年3月18日に観測された日食である。インドネシアとフィリピンで海域日食が観測され、アジア中東部、オセアニア北西部、北アメリカ北西部で部分日食が観測された。海域体が通過した地域が主に海であり、この海域日食が見えた陸地はすべて島で、 インドネシアのスマトラ島とカリマンタン、フィリピンのミンダナオ島及び周辺の小さな島だった。また、海気日食が見えなくても部分日食が見えた地域は南アジアのほとんど、東南アジア、アフガニスタン東部、東アジアのほとんど、オーストラリア西部と北部、メラネシア北西部、ミクロネシア中西部、ハワイ諸島の北西部、ソ連東部の約半分、アメリカのアラスカ州。 カナダ西部だった。そのうちほとんどが国際日付変更線の西にあり、3月18日に日食が見え、残りの部分では3月17日に見えた。フィリピンで撮られたヘルメットストリーマフィリピンで多くの科学者と観光客と記者が回帰隊に行って回帰日食を観測した。ゼネラルサントスなどの観光局もそれを機に観光を促進した。 当時フィリピンの大統領であるアジア発の女性大統領コラソン秋野も現地で初めて会期日食を見た。ありがとうございます。